安田雅史と的場浩司のセカンドベース。こんばんは、安田雅史です。的場浩司です。よろしくお願いいたします。この番組は我々若手俳優安田雅史と的場浩司がお送りしてまいります。さて、この番組タイトルセカンドベースですが、これは僕が野球部出身だからというわけではなく、2人とも俳優として、次セカンドのベース、土台ですねになるようにという思いで番組プロデューサーさんにつけていただきました。そしてこの番組セカンドベースは再編集映像配信版として放送後約1週間程度で YouTube にアップしていただきますので、ラジオセカンドベースで検索いただきますよう合わせてお願いしておきます。それではまず僕安田雅史の自己紹介をさせていただきますと、1996年生まれで栃木県出身です。高校までは野球漬けの毎日でしたが、現在は役者として活動しており、エキストラや、たまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。いつかはですね、幼い頃からずっと頑張ってきた、野球ですね、それに関わる作品に出演するという、夢を持ち、頑張っております。そして、先月ブルガリアソフィアで開催された東ヨーロッパ最大のサブカルイベント、アニベンチャーコミックコン2019で、僕が出演させていただいた映画22世紀寓話が上映され、とても大好評であったということです。僕の話しているセリフに英語の字幕が入っているだけでも、違和感があるのに、今回のですね上映ではなんと英語に加えてブルガリア語の字幕が入るという、なんか別の次元に行ってしまってるような感覚でございます。ちなみに、こちらの映画22世紀寓話日本語版な日本語版なんですが、なんか言っててすごいんですが、予告編が YouTube で、公開中ですので、ぜひ一度、ご覧いただければ嬉しいです。続きまして的場浩司と申します。山形県酒田市出身の21歳でして、現在昭和音楽大学ミュージカル科に在学しながら、ドラマや映画の現場でエキストラやスタンドインなどに参加させていただいております。とともにですね、映像演技のワークショップなどでも勉強しております。親からいただいたこの高い身長に負けないぐらいの高い目標を持って頑張っていこうと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回の最初のコーナーは MJ50 のコーナー。このコーナーはプチ一人旅が好きな僕安田雅史が毎月山手線の田端駅からスタートして、指定する目的駅とその駅数が必ず往復ジャスト50駅で、帰ってくる田端までですね帰ってくるというコーナーになります。はい、ちなみにちょうど50駅にするために行きと帰りのルートは意図的に変えるようにしております。今回も、道の区、遠征ということで秋田県西部にあります男鹿市男鹿駅に行ってまいりました。はい、今回この男鹿駅ですね、男鹿駅に行った理由なんですが、はい、コーナー始まって東北地方をいくつか訪れているんですが、秋田県には行っていないんじゃないかと記憶しており、今回秋田県をちょっとリサーチしていたところ、一度行ってみたかった男鹿市に行ってみようと思い、この男鹿駅に行ってまいりました。でその一度行ってみたかった男鹿、男鹿市のその理由なんですけれども、生ハゲをちょっと生で見てみたいなということで、それですね、その男鹿の方、男鹿地方ですね、男鹿市の方にちょっと行ってみたいなと思って、今回この駅を目的駅としてさせていただきました。さて、今回のですね、男鹿駅の、歴史概要を少し、説明したいと思います。JR 東日本の駅で男鹿線の終着駅ですね。そして開業は1916年、大正5年12月16日です。当初は船川駅という、名前でですね、名称で開業しました。そして1968年、昭和43年4月1日に線名がですね男鹿線に改称し、それと同時に当駅も男鹿駅と改称しました。そして2018年度平成30年の1日平均乗車人員は387人だそうです。そして今回のルート説明に移りたいと思います。まず行きはですね、京浜東北線に乗りまして、田端駅から上野駅まで行きます。ここで4駅です。そして JR 新幹線小町に乗車しまして、上野駅から秋田駅まで行ってきます。ビュンと
ピュントン、はい、はい、でここで8駅です。8駅、はい、そして JR 小鹿線に乗り換えまして秋田駅から、目的駅の小鹿駅まで行き、ここで11駅です。11駅、合計23駅ということで、はい、まあ、ちょっと半分目前ぐらいですね。はい、なので帰りはちょっと工夫したんですけれども、はい、小鹿駅から JR 小鹿線駅と同じで乗りまして、はい、秋田駅まで行きます。ここで11駅です。11駅、はい、そして JR 新幹線小町にまた乗りまして、秋田駅から今度は上野駅ではなく、はい、東京駅まで行きます。はい、ここで9駅です。そして山手線に乗り換えまして、東京駅から上野駅まで行きます。ここで4駅です。そして上野東京ラインに乗り換えまして、上野駅から日暮里駅で、はい、ここで1駅です。そして最後に京浜東北線に乗り換えまして、日暮里駅から最後帰ってくる田端駅に帰ってくるということで、ここで2駅、帰りは合計しますと合計27駅ということで、ジャスト50で以上帰ってくることができました。で、安田さん、台本上にですけど、はいはい、50駅で行けましたが、ちょっとひねりがこうないルートだったのはこうお許しくださいっていうのはあるんですけども、はい、これはどういう意味だったんでしょうか。はい、まあ要するに、はい、上野をただ通り過ぎただけみたいな。ああ、そう。あ、実は。実は上野。上野をただ通り過ぎて、はい、奥に帰ってって、ただそれを戻ってくるだけみたいな感じの、ちょっとまあ、ずるいかどうかは別として、うん、でもちょうど50駅になってるんでね、はい、今回行く場所がすごい遠かったので、はい、ちょっとルート検索してもちょっと思いつかなかったんで、うん、今回こうやって、はい、本来上野駅まで降りれば、うん、すごいなんだストレートに行けるルートを、うん、ただ東急駅まで足を伸ばしてそっから帰ってくるみたいな感じのいうルートなんで、まあ、ちょっとひねり少ないんじゃないかなってちょっとリスナーの皆様に思われるかなと思い、ちょっと、はい、どうなんですかね。そうですね。で、実際にこう小川駅行かれたみたいなんですけど、どうでしたか。まあ、とりあえず、はい、寒かったです。あ、本当に東北の寒さ舐めてました。一応長袖ならいいかなと思ってフラッて言って、その長袖もそのなんだ薄い長袖みたいな感じ で、うん、はい、で天気も晴れてなくて曇りちょっと雨がパラついたかなぐらいの天気だったんで、太陽があればね。そうなんです。また、あと、はい、その小川駅って、はい、港駅みたいな感じで、はい、船川港がある港駅なんですけれども、はい、まあ、海の近くなんで風も出てて、ね、はい、あーダメだここって思って冬だなって一瞬思っちゃってそうだからちょっと寒かったなっていうね、本当に印象を受けましたね。船って、そうですね。そうなんですよ。で、その小川駅周辺は、まあ、はい、先ほど言いましたけど船川港がある港駅なんですけど、あ、港町なんですけれども、うん、まあ、普段は僕海を見慣れてない方は、まあ、栃木県出身の僕なんで、うん、まあ僕からするとテンションの上がるそのいい眺めで良かったですね。海に行ったらこうテンションが上がるって感じですか。そう、上がんない。海はですね、うん、まあ、僕の家の近くにもずっと僕日本海沿いだったんですよ。山形県の日本海沿いだったんで、もうすぐ近くにあったので、ね、そこまで、うん、なるほどね。海か、その海がさ、うん、日常にあるっていうのか、はい、僕はそのなんだ想像できないというか、その体験したことないから、うん、ちょっと海行っちゃうとすごくあれなんだよね。そう、結構海がない県ってあるじゃない、うん、そういった方々って結構遠出して海を見に行くっていうのがよくあるって聞くんですけど、うんうん、やっぱり僕の場合はって思っちゃって、まあ、そうなんだ、うん、地元はそうなんだ。でも酒田港っていうまたこっちも港があるので自慢、ね、自慢じゃないですけど美味しいですよ。すごいね、結構海産物美味しいです。マジで、うん、ぜひ来てください。こちらも地元好きだよね。こう地元好きですよ。地元好きですもん。あ、なるほど。じゃあちょっと話を戻しますが、はい、あと駅の近くにですね、道の駅小鹿という、うん、道の駅がありまして、そこで、はい、昼食を食べたりして、うん、まあ、地元の特産品などを見て、まあ、結構有意義なぶらり旅ができたかなと思って、今回本当に良かったですね。結構あれですね、道の駅とかやっぱりあるんですね、近くにね。本当歩いてすぐぐらいにあったから、うん、ぜひ駅行ってみた
ら、あの寄ってみるとどうでしょうかね、皆さんリスナーの皆さん、ね、ちょっと遠いですが、うん、ぜひおすすめします、はい、ということで以上今月の MJ15 のコーナーでした。今月のプレイリポートのコーナー、改めまして今お聞きの放送セカンドベース、担当は安田雅史と的場講師でお送りしております。さて続いてのコーナーは講師くんが毎月見てきた舞台についてリポートしてくれるコーナー、はい、題して今月のプレイリポート、では講師くんお願いします。はい、今回はですね、先月9月1日に東京は渋谷にあります紀伊国屋サザンシアターで上映されていた作品、人形の家パート2を感激してまいりました、はい、こちらの舞台はですね、人形のこちらの舞台人形の家パート2という作品はですね、1879年にノルウェーの劇作家でありますヘンリック・イプセンによって書かれた戯曲人形の家のその終わりから15年後の世界を舞台にしたこう作品になっております。今回はですねこうパート2といたしまして、このアメリカの劇作家ルーカス・ナスによって書かれた演劇作品となっております。こちら、演出は、今回演出されていたのは、栗山民也さん、主演は長崎ひろみさん、他の出演者には山崎はじめさん、梅沢雅也さん、那須凛さんがいらっしゃいました。こちら、簡単に、あらすじをご説明させていただきますと、15年前、主人公のノラは夫のトルバルと3人の子供と暮らしており、夫のトルバルが病気になった際に、天地療養、こちら転がすに、地上の地、そして、病気を療養するのを療養と書きまして、天地療養のこの療養させる費用をですね、はい、ノラはこのある人にこう偽の保証人署名をして、こう密かにこう借金をしてしまうんですよ。でそれがこう露見してしまって しまってこう脅迫を受け、こうついにはですねこうノラの夫であるこうトルバルにこう晒されてしまう、その事実が伝わってしまうんですよ。でトルバルはこうノラに対して激怒し、こう犯罪者として罵りつつも、こう問題が解決されるとこう元の優しい夫に戻るという流れなんですけれども、うん、でこの夫トルバルのこの一連の言動を目の当たりにしたこうノラはですね、こう妻は可愛いだけの人形なのかとこう夫トルバルとの結婚に疑問を抱き、夫と子供を残して出て行ってしまいます、うん、で今回の作品はそこから15年後の世界、ノラは本名を伏せましてですね、作家として成果を収めましたが、本の読者にノラが未婚ではない事実をつかまれてしまいます。ノラは、離婚を成就させるためにまたこうトルバルたちが暮らす家に、行くことになり、またそこには15年前と変わらぬ夫トルバルの姿、そして成長を遂げた娘エミーの姿があったんですけれども、しかしこう徐々にこう儚く変わってしまっていた部分もあって、といった内容になっております。はい、それでは僕が ここでグレートポイントといたしまして、見て今回の、はい、思ったことを言わせていただきたいと思います。まずですね、こうリアリティのある人間関係を描く独特な演出、すごい固く言っちゃったんですけども、はい、こう舞台の上にはですね、こう椅子とソファーがあるだけで他に何もないんですよ。こう初め一般的な舞台ですとこうあの舞台が変わったり舞台セットが変わったりっていうことがあるんですけれども、今回は初めから最初から最後までずっとそのセットで、またこの長崎ひろみさんがこう主演でこうノラを演じてらっしゃったんですけれども、こう初めから終わりまでこう舞台上からいなくなることがないんですね。結構長い時間もずっとそこにノラがいることでこう物語が進んでいくんですけれども、ちなみにこうどうやってこう物語が進んでいくかっていうと、そこにですねこうトルバルとか、娘のエミーとかこうノラの乳母のこう家政婦であるアンネ・マリーがこうドアから入ってくることによって、こうそれぞれの関係性物語が進んでいくっていう、うん、ほとんどこう一対一の空間で、もうなんて言うんでしょうね、こう二人芝居ってことね、そう二人芝居の、芝居となっております。またこう難しいと思う部分で思った上ですごい面白いなって思ったのが、こう照明や舞台の小道具は全然使わない変わらないんですけれども、うん、その演者の方々の喜怒哀楽の変化がですね、こう登場人物のこうセリフとかこうニュアンスとかちょっとした行動から全て感じ取らないといけない、逆にこう見る方はだからよりこうリアルに近い空間としますがね、こう人間関係のこうちょっとドロドロした見えない部分は隠しつつ、
ちょっと会話の中からこうドロドロしてる部分を醸し出しているように感じました。こう僕もここまでこうセリフ回しが難しいものもあんまり見たことがないですし、結構こう注意を払って聞いた舞台は初めてだったので、うん、ですがこう役者一役者としてこうものすごくこう動きとかセリフのニュアンスとかそういうのをすごい勉強する機会にもなったかなと思います、なるほど。でもう一つはですね、はい、140年、あ、こちら1879年が初演というか、まあ、第1作品目パート1なんですけど、こちらから140年経った今でもこう影響力がある社会風刺作品と言われているんですよ。っていうのはですね、こう子供と夫を捨てるっていう、その女性が捨てるっていうのはその頃のヨーロッパからすると結構 NG な行為だった、まあ、でもそれをその頃にこう劇として皆様の前にこう披露したっていうのは、うん、結構衝撃的なこう女性の権利をこう後押ししたような作品となっている。それがこう140年経った今でもこう動いてる、こうつながってるっていうのは、なんて言うんでしょうね、こうもともと解決しないといけない問題があるにもかかわらず、それを解決しよう解決しようってやってるのに、こう140年もずっと変わらない何かがこうあるような、こう今回のケースですと結構こう話し合ったり話し合うこ話し合ったりこう語り合うことでこう必要性、その本音を伝え合うことが必要だって感じましたし、こう女性と男性、まあ、トルバルとノラですよね、あと大人と子供っていうのは、娘とあとノラっていう関係性だったり、こうそれぞれの価値観を認め合ってきたんだよっていうそのメッセージ性もあって、うん、よりこう見て知らないといけないことがたくさんあるなと感じました。いつか僕もね、こういった役者になりたいと思います。メッセージ性がある、はい、なるほど、はい、以上、今月のプレイリポートのコーナーでした。昔の明日、続いてのコーナーはお久しぶりのコーナー、昔の明日です。今回はちょっとこれまでと趣旨を変えまして、今放送させていただいている10月7日の次の日、つまり明日10月8日には、昔何があったのかをご紹介させていただきたいと思います。ちなみに、コーナータイトルを聞くと一瞬ありゃーっとこう違和感を持たれるリスナーの方もいらっしゃるかもしれませんが、それは狙いとご容赦いただければと思います。それでは早速参ります。今回の昔の明日10月8日は、過去にはこんなことがありました、はい、1868年、会津戦争ですね、はい、ボナナリ峠の戦いに勝利し、ボナリ峠に戦いに勝利した官軍が、はい、若松城下に到着、はい、白虎隊隊員が20人が飯盛山で辞任しました。うーん、続いて1931年、第二次世界大戦のきっかけとも言われる満州事変が起こる、うん、はい、関東軍が中国の錦州を爆撃しました、はい、続いて1937年、寿屋、現在のサントリーがですね、サントリーウイスキー12年、サントリーの角瓶ですね、はい、を発売しました。うん、続いて1967年、チェ・ゲバラが、はい、すみません、チェ・ゲバラですね、がボリビアで政府軍に捕まる、翌日処刑されてしまいました。はあ、はい、そして1994年、日本プロ野球史上初の最終戦同率首位優勝決定戦、中日対巨人が行われました。うん、続いて1998年、プロ野球横浜ベイスターズが38年ぶりにセリーグ優勝。うん、はい、そして2008年、下村治博士がノーベル化学賞を受賞されました。はい、ということでいろいろこう過去を振り返ってみるといっぱいあるんですけれども、まあ、僕歴史が好きで、この白虎隊のこの飯盛山で辞任されたこの教科書で見て、その歴史僕好きで、その日本史の先生が面白くて、まあ初め好きだったっていうのもあるんだけど、そのもともとなんかその辞任しなくてもよかったみたいな、そのなんだろう、もう戦争は終わっちゃってるから、なんかその辞任しなくてもよかったのに、なんかこうやってその
自害じゃないけど辞任しちゃうのはちょっと悲しいよねっていう話がすごいなんか俺今でもねなんか覚えてるんだよね、うん、白虎隊の方々って僕たちより年下のことが多いじゃないですか、うん、それだったらもっとなんか中学生ぐらいの子もいたっていうのも聞いて、結構その子たちがこう戦争に行って結局辞任っていうかまあ自殺を選ばないといけないっていうのがちょっとね悲しい悲しい事件ですけど、これ事件なのかわからない、そういうのね、そうですね、あったっていうことですね、はい、うん、なんかあるかね、結構あれですね、日本あるね、野球史上、野球のことが多いですけど、あ、野球知ってますか、この1994年の、いやいや、俺だって、まあ、知ってるけど生まれてないからね俺一応確かに冒頭で説明してる、うん、毎回聞いてんじゃん、1996年生まれたから、確かに生まれてないから、知ってるかなって思っちゃう、あ、まあ、でもねこれは本当すごいと思うよ、うん、あら、うん、あ、そうなんですか、やっぱりもしもう今シーズン終わっちゃったけど、うん、あの来シーズンこれがもう一回同じ同率首位の優勝決定戦ありますったら、うん、まあ、僕は見たいね生で、それぐらいね、いや多分野球好きだったら見たいんじゃないかな、わかんないけどね、結構中日巨人っていうのはすごい僕も知ってるので、まあ、そうだね、はい、うん、だからそうだからプロ野球史上っていうのもあるからね、うん、初っていうのもあるから ね、うん、ということでそろそろお時間なので、はい、まとめたいと思います、はい、以上昔の明日のコーナーでした。皆さんもうエンディングのお時間になってまいりました。今回の放送皆さんいかがだったでしょうか。皆様からのお便りお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-box.com セカンドベースまでお待ちしております。はい、はい、ということで今回のプレイリポートだけどすっごい語ったね、はい、語りましたなんか今までよりね、そうなんか結構語ったなっていう印象があってさ俺結構、うん、楽しみだったんだ。楽しみでした伝えたいことが、あーね、じゃあ後で聞く、まだ言いたいないでしょ若干若干、うん、分かりました。じゃあ、はい、この後ね収録終わったら、ね、よろしくお願いします、はい、したいと思います、はい、それではセカンドベース次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。番組パーソナリティは僕安田雅史と的場浩司でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。